こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーの時間です。はい。今日ファンさんお願いします。はい。よろしくお願いします。今日はね、あると便利、地味便利系です。そう。こちら。アンカーの4ポート USB 充電器です。それはあの Mac の PC 充電器にすげえ似てる。似てる似てる。大きさもね、大体一緒。大体一緒。うん、なんか厚みもね、この幅とかもね、大体一緒ぐらいの、そっくりな。うん、でもアンカー製だよ。なるほど、ね、4ポート充電器。4ポートは熱い。そう、このくらいがやっぱり使うんだよね。モバイルバッテリーと iPhone と iPad とで、うん、なんか PC 周辺の機器をつないでるみたいな感じで。私モバイルバッテリーと、うん、iPhone と、うん、あと iPad とあとあれだ、Wi-Fi、 あールーター、モバイル、うんうんうん、そのくらいはね、結構みんな持ってると思うんですよ、やっぱり充電系のガジェット。なのでプラグ一つでポートを4つ使える、いい、ね、このくらいのサイズ感の充電器は結構ね、一つは持っておきたいアイテムじゃないかなと思います。で、これ、うん、前もあってリニューアルモデルなんです。新モデルになっています。前と違うのはここですね。プラグが、あ、折りたためるようになった。折りたたみ式になりました。うん、なんで出張とか旅行とかに持っていくのにも便利になったことと、ここにね、LED ランプがついたんですよ。うん、で、充電状況がここで見られるようになりました。うん、っていうところですね。充電してますよっていう。あ、そう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 、光るんですわ、ここが。あとは、うん、中が変わってて、うん、見えないところなんですけど、うん、フルスピード充電テクノロジー、何それ、アンカー独自技術のパワー IQ って知ってます？パワー IQ 知ってる。機器を自動で判別して、うん、さ、あの最適な速度で、賢いやつ、そうそう、賢いやつにさらにボルテージブーストという技術の組み合わせにより、うん、もう超高速充電ができるようになります。超高速充電できる、うん、フルスピード充電が可能です。すげー。ということでですね、より素早く機器に負担をかけない最適な速度で、うん、ってところをうまく組み合わせて充電できるようになっているんですね。目に見えなくて分かりづらい。1ポート最大 2.4 アンペア出力、4ポート合計で8アンペア出力なんで、基本的には全ポートが急速充電できるって考えて問題ないんじゃないかな。iPhone6 Plus で2アンペアの出力があればいいはずなので、うん、全部を急速充電対応の機器をつないでも、それいいね、うん、いけるはず。 iPad だともうちょっと電圧いるかもしれないんで、ちょっと無理かもしれないですけど、うん、ほぼほぼバランスよく出力をしてくれるようになっています。なるほど、賢い、うん、ぜひですね。しかもこれ4ポート USB 充電器の中では最小サイズなんだって、うん、へえ。とってもコンパクト。だってね、こんなですよ、持ちたい重さ。あ、普通にこれ Mac の充電器より軽くない、うん、145g だってしかない。軽い。普通のモバイルバッテリーより軽い、より軽いぐらいですね、うん、なんで旅行だったらもうモバイルバッテリー持っていくより、下手したらこれ持ってって夜ね、寝るときに、うん、出張先、旅館なら、ね、うん、旅館とかでね、充電しちゃった方がもしかしたら効率いいかもしれない、うん、もちろんオフィスで、うん、とか自宅のデスクで使うっていう時にも、程よいこのサイズと程よいポート数が非常に役立つシーンが多いと思います、うん、おいくら万円？こちらね、2999円。あ、3000円ぐらい、うん、全然普通に、全然普通、普通に、うん、しかも、うん、アンカーさんなんで、うん、もうクオリティはね、そうだね、前髪付きですよ。ぜひですね、うん、机周りですとか出張先で充電のポート数に困っていたという人は、このアンカーパワーポート440W 4ポート USB 急速充電器、うん、長い長い、4ポート USB 急速充電器でいいと思う、うん、をゲットしてみてください、はい。で、細かくですね、あの電圧のなんかこんな感じで給電してるよっていう実験とかは記事の方でしていますので、そっちを確認してみてください。概要欄の方にリンクがあります。で、記事を見た後はぜひ記事のコメント欄でコメントを残していってください。隠れるね、うん、毎日1名様に素敵なプレゼントが当たります。コメントを残した後はアップバンクストアの EC で毎日開催している17時から18時までの限定タイムセールも覗いていってください。そしてこのアンカー4ポート、この動画が公開されたその日の夜にはアップバンクストア新宿の2階で見ることができます。
サイズ感とかね、重さとか実際に手に取って分かるので、うん、気になるという方はぜひストアの方にこちら現物をチェックしに来てください。今日はこのアンカーの4ポート USB 充電器の紹介でした、うん、でした。ではまた明日。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。